ヤマハパスバッテリーの話。この大きさって本当に必要？ノマキ電動アシスト自転車買っちゃった。私も買っちゃった。電動アシスト自転車はとにかくバッテリーが大きくなくちゃね。そうそう、とにかく大きくなくちゃ。ところでヤマハさん、確かヤマハのパス持ってたわよね。ここだけの話、パスってバッテリーどうなのかしら。もちろんバッテリーは重要よ。でも大きすぎるバッテリーを積んでどうするの？必要以上に大きくて重い体じゃ大変よね。パスの 12.3 アンペアバッテリーの走行距離はオートエコモードプラスで76キロ、標準モードで54キロ、強モードでも45キロ。調査によると電動アシスト自転車を使用する人の7割が1日約6キロ、週に5回使用するそうなの。ということは7割の人の1週間の走行距離は約30キロ。よっぽど長距離を走らない限り 12.3 アンペアバッテリーで1週間充電いらずなの。なんてこったい。大切なのはテストバランス。